ここは重岡、ジョーダン・グリーンがついています。そして可能のジャンプシュートは決まりました。決めています。7対4と福岡が3点リードに変わりました。第1クォーター、さあ藤岡からスリーポイント、ジョーダン・グリーンにかかる最後大きくなります。おっと、ここは笛はありません。さあジョーダン・グリーン、ジョーダン・グリーン自ら行った。ジョーダン・グリーンのレイアップ落ちる。リバウンドは情報、栗原、レイアップ決まりました。さあショットクロックは残り10秒。さあキックアウトして決まった、スリーポイント。さあ木村、ショットクロック10秒切っています。自ら行ってパスをして外に出してシュートを打って決まった。素晴らしい今のはパスワークでした。本田純平のジャンパー決まって1点リードに変わる。そして情報のシュートが決まりました。さあどうする、自ら行った、岡島のスピード、岡島のアタック。さあ情報、可能から藤岡のドライブ、エンドワン。さあ28対25、福岡のリードは3点になりました。バックショット決まりました。ファイターがショットクロック残り5秒。さあここはディープなスリーポイント、これが情報正志のスリーからのシュート決まっています。もう一本か、もう一本きた、これも落ちる。リバウンドのベクトンが抑えました。東京 Z。 さあ栗原スピード生かしてのシュート、大谷から栗原へ、ショットクロックは10秒切る。ここは栗原からベクトン、49対49です。木村から藤岡のスリーポイントは決まった。藤岡のスリーポイント、大谷から木村からのベクトンへのパス、見事なパス、そして見事なフィニッシュになりました。ここも加納へのパス通って、そして加納がフィニッシュ、しっかり決めました。加納から左サイドの岡島のスリーポイント、藤岡、加納から岡島前空いた、岡島今度はドライブ、先ほどはスリーポイント。さあ石井のスリーは落ちる。リバウンドは大谷、岡島から大谷、これはナイスパス、そしてナイスフィニッシュ。さあ栗原どうする、ベクトンへ、ベクトンステップバックしてミドルシュート決まっています。情報かわして、岡島から中へ、ナイスパスだ岡島、そして決めたのは大谷、木村、そして藤岡、もう一度木村かわしてミドルシュート決まった。これから白戸、そして仕事にジョーダン・グリーンかわしてドリブルで突っ込んでいきましたが、ここはベクトンのブロックショットがありました。栗原からベクトン、ダンクシュート。さあ残り 11.4 秒からの再開、長いパスを送る、これは見事にはまりました。